はい、えー、すみませんちょっと遅くなりましたが眞ナ内社長の最新動画「えー、まだは知らないま,まだ知らないままだと一生損する人生の真実トップ5」ということで、えー、今晩ですね日付でいうと昨日上がった動画を見た感想を話したいと思います。で、まあ、見た感想としましては。 僕は感動したんだけどねいや僕はねすごい感動しましたよ僕はって感じですねうーんまあまあざっくり言うとあの何、ー、だろういや僕はねそのすごいいろいろまあ伝わってきたことがあったからねです、あのーまあ、評価できる点としてはマウント取らなくなったよね でまあこのタイトルこういう系のタイトルって結構もう使い回しで何回,あの何回も同じような話してると思うんだけど前以前の動画と完全に違ったところは僕はなんかもう日本最 AI 級のプログラミングスクールを運営するあ若手の,あの成功者ねみたいなそういうマウントみたいなのを全然、まあ、取らなく なったからすごい一個人として言ってるみたいなのがねあのそのなんだろう言い方の問題かなさあ言ってる内容は正直多分そんなに変わらないと思うんだけどそのなんか目線が多分その上から目線じゃなくなったっていうのがまあ僕はすごくだからあの好感が持てたしあのすごい話も入ってきやすくなったよねって思った。 そうあのー、まあ、あとねもう一個、まあ、すごく最大の評価できるなって思ったポイントがそのテックキャンプのあれ数字入れるのやめたねそのこれで多分僕の動画多分タイミング的に多分見る前にこれ作ったんだと思うんだけどまあそのたまたま多分だから、うん、あのー タイミングが同じタイミングになったと思うんだけど、満足度とかもあれやめたね。うんまあ、それもすごく評価できる。そう。数字だからあの捏造するのやめろって。昨日動画出したけど、まあ、多分それ見る前に多分これ編集上げてるはず。だからまあ、多分うん。 まあそこはだからまあそれを意識してなのかどうなのか知らないけどもまあそこはすごく評価できるなって思ったその数字を盛らないでそのまあ純粋に純粋に自分がやってるプロジェクトでまあそのお勧めしますってのはそれは別にまあ嘘ではないから、まあ、そこはだからすごく評価できるなってまあ思ったそのだから数字マウントとその成功者マウントをねやめたから、まあ、言ってる内容自体は多分そんな変わってないんだよね前とまあなんだけどもその言い方やっぱそのなんか言い方が8割ってよく言うけどやっぱね本当にすごい大事なんだなって思っただからうーんまあ そんな本質的には多分似たようなことを言ってるんだろうけどすごい入ってきやすさが違ったしだそういうだからなんだろうね細かいところとかですごいなんだろうまああの修正をかけてるのが僕はすごい分かったからそれは多分前からね見てるからずっとその動画の編成とかをもう1年以上見てるからだからさあの気づけた話だったと思うんだけどそうだからねなんかそういう何なんなんて言ってんだろうねうんまあ あちょこちょこだから、その、攻めてるところとかもあったしね、その、聞きと、な、その、聞きそうなサプリみたいなのあるけど、なんかそれ買ったって、まあ、意味ねえだろみたいな、いや、お前そこを突っ込むんかいみたいな、結構際どいところを攻めたりとか、まあ、そういう挑戦も見れたりとかしたし、あのー、僕はだから、やっぱりその、まあ多分、古参の視聴者、あのー、に多分もう僕は入ると思うんだけど、もう1年以上見てるからね、まあ、古参の視聴者からすると、あのー、なんかすごい変わろうと頑張ってる、努力してるのがすごい伝わったから、だから僕はすごく、個人的には高評価。 をあのしたたいと思ったそう,そう、うんまあだからあとはねその結論としてもなんかその、まあ、前はなんかそのなんかル,ルールを破ってもいいみたいなで常識人間を捨てろみたいなまあよく言うけどまあそれも別にまあ触れてたけど変わってはないんだけど、まあ、ルールはなんかちゃんと守んなきゃダメだよみたいな、うん、話をしてて、まあ、それはだから何だろうね、まあ、そういうことって今まで一度も言ったことがなかったからそういうことをちゃんと考えるようになったんだなっていうのはねすごく僕は高評価に値すると思った。 そうなんだけどなんだけどねうーんまあすごいだからそのこれは難しいところがこれ初見で見た人が多分これ食いつくかなって考えたらそれは結構渋いかなって思った。うん これはもうなんかその僕自身もそのもう一年以上見てるからだからもうなんか慣れちゃってきてるからそうあのどっちかっていうとその固定固定視聴者の目線になっちゃってるわけよねあの僕自身がそうだからあのそれだけで考えたらなんかおおいいじゃんって思ったけど多分新規で初めてこの動画を見た人がこの動画に引き込まれるかって言ったら僕はね結構そうではない可能性が高いかなと思ってるまあアナリティ,スアナリティクスを見れないんだけど多分 多分だけどね、これ予想だから、まあ間違ってたらごめんなさいなんだけど、多分ね、離脱率すげえ高い気がすると思った。うん。あの、多分、1分、2分ぐらいとかで多分離脱してる人は結構泣かず、視聴、あの、維持率みたいな、多分低いんじゃないのかなって思ったあ。あの、なんだろう、だから、その、なんだろうね、いや全然だから、内容は悪くないんだけど、つかみがね、っていう話、その、どうしたって、その、まあやっぱり YouTuber、 でまあ、今数も増えてるし YouTube に出回ってるその、まあ、市場に出回ってる動画自体も増えてるからやっぱりそのキャッチーなものとか,なんか見たこともないものとかじゃないと新規の視聴者っていうのは食いつかないわけよねだその既存の、まあ、僕はだからもう多分固定視聴者の方にそのなあの入っちゃってるしそのあのもう多分なんだろうその初見で見,見たらどうなるかっていうの客観的にもう判断できなくなってきてるからだからまあ僕の意見っていうのも多分結構もう参考にならないところが結構増えてくるとは思うんだけども。 その最初に初見で見たら、うん、多分もう一回その次の動画見たいかなって思うかって言ったら結構その数は少,少ないんではないかなって思ったこれはね今僕は,そうはも僕,僕はそうは思ってないんだけどその客観的にあの見たら多分そうなんじゃないかなっていうふうに思う、うん。やっぱりそのぱっと見に そのサムネとかあとはもう掴みの12分とかであこれ面白いなこれもっと見たいなって思う動画ってやっぱり今すごい増えてるからだからなんだろうねうんまあ固定ファンをだからアベレージ10万再生をまあ撮り続けるっていうんだったらまああの今回ぐらいの LINE はクリアしとけば多分10万ぐらいは多分いくとはそう思う思うは思うんだけどあのー、そうだねまあもちろんまあ復帰したばっかりだからねそんな無理言ったらいかんっていうのもまあその通りだからまあそんなにだから今はうん言いすぎるのはやめようと思うけど そうなんだろうねうーんやっぱり新規の人はちょっと多分入ってきづらいかなっていう気はしたその既存の人は見るけどっていう話そうだからまあねこれ YouTube っていう媒体のそのシステム上の問題もあるんだけどもやっぱり YouTube ってやっぱりその闇なのよねその闇と金とエロ やっぱりね。これに勝てるものはないわけよ。だ同じ内容を喋るのだって。そのまあ、例えばまあ、筋トレの動画とかだって。あのー、まあ、やっぱりね。 まあ綺麗な女の人が谷間見せてやってる方がその普通のねなんかな何もないお兄さんとかがやってるやつとかより、まあ、もうもうバカすぎやっぱ違うの、ね、やっぱその、まあ、人間のさ欲望っていうか本能っていうかさそういうもんには抗えないわけよねっていう話でやっぱそのなんクリックしたくなるっていうかその見たくなっちゃうみたいなそれはやっぱその抗えないのようんっていうなんかもうちょっと人間的人間の,なんかその根源的な欲求みたいなその欲望の部分っていうのをなんかね利用するっていうのが。 これから多分ね。まあ長いことやるんだったら、少しずつそういう要素を取り入れていった方がいいんじゃないかなと思ったそうだから、まあなんだろうね。何がいいのかな？まあエローっていうのはちょっとさすがにチャンネルのコンセプトから違いすぎるから。うん。まあ闇ま親和性があるとしたら闇か金かどっちかだね。どっちかを取り入れないと。多分、その純粋な本当にクリーンなあの。見やすい動画っていうだけだと。やっぱりどうしてもね。あの競合他社が多すぎて。 うんそう継続していくにあたるとしたら結構きついのかなっていう気はするだから初見からしたら結構多分食いつきづらいかなっていうまあ気はしたうんだから何がいいのかなやっぱりどうしてもねあのー いやまあ、株主とのね兼ね合いでやっぱ言えること言えないことはあると思うんだけどやっぱり今何がその新規の商社っていうのは見たいかなって言ったらやっぱりそのけ検索ワードとか見たらやっぱ「まこなり社長炎上」とかその「まこなりリストラ」とか「まこなり倒産」とかそういうワードが出てくるよねやっぱりそのブランディングとしてはもうあのブ,ランディングブランディングっていうか世間の人から見たらやっぱあの死経営に失敗した人なのよそうあのまこゆきなり君はそうじゃあその経営に失敗してでそれで活動再開しただから炎上して活動再開した YouTuber と一緒だよね そこで何を語るかって言ったらやっぱりその,この失敗したっていう経営を失敗したっていうことはこれは切って晴らせないと思うんだよね。だから例えばだけど、まあ、今パッと思いついたのだと、まあ、その炎上を経験して。 僕は何が変わったかみたいなその例えばだけど今のなんか今回の動画のタイトルみたいって似たようなタイトルの動画って過去いっぱいあるじゃないでも結構割とその内容が変わってるところとかあるわけよね内容っていうかその言い方の部分とかそうあのー、まあそういうところで何がその例えば、うん、このアンコモン アンコモンの,この炎上をする前と後で自分は何が変わったかみたいな変わったポイントトップ3とかねなんか分かんないけど何かそういうその炎上とかその経営の失敗に絡めた何か失敗学みたいなねなんかそういう失敗何か何だろまあ失敗したけどまあそこからこういう学びがありましたみたいな何かそういう何かその失敗とか倒産とか炎上とかリストラとかそういうのとかを絡めた何かをもう一味多分追加した方がいい気がする。 そうだからなんだろうねあのいや別にだから悪くないんで悪くないと僕は思ってるんだけどあの言っちゃえばすごいそのうんマイルドな味のうんなんか白菜鍋みたいな感じなんかちょっとピリ辛のなんか。 要素が欲しいいよねみたいな一口食べたらあお美味しいなってなるんだけどなんかもう少しちょっとのその二口三口食べるには何かしらちょっとスパイスが効いたなんか調味料みたいななんかあのー、なんか鷹の爪じゃないけどねなんかそういうのがないとうんちょっと飽きちゃうかなっていう気がしたはいまあすごい。 なんだろう、ね、いやこれはだから僕も自分自身の感覚がね多分これずれてんだろうなっていうのをねちょっと今あのその見て感じたからあの僕自身が目が慣れてきてしまってるからっていう話、うん、まああとはそのでもねやっぱり個人的にやっぱ個人的にはそのすごくだからね努力してるのはすごくわかるからそれはすごい伝わるから、あのー、そこは僕は評価したいと思ってるし頑張ってほしいと思うそこに関しては。そううん、やっぱりその今はさ なんだろうねやっぱりその、うんまあ、過去のねいろいろ、まあ、あの被害を受けた人とかいると思うわけよそのティックキャンプのねその悪質な古代広告とかでそう、まあ、とかもそれはあるんだけどさ、まあ、あ,あるんだけどあのなんだろうね うん、そこに関してはそれは今何、まあ、だろうっ病会社が来てるところだと思うよねその教室を閉鎖したりとかなん,なんだとかしてそうまあただそれとは別のね YouTube YouTuber として、うん、っていうところに関しては僕は別でやっぱりそれはあのね、あのー、評価されるべきだなって思ってるからそれに関してはね僕はすごい頑張ってるのは分かるからそう、うん、そこはなんかなん頑張ってほしいなって思うよ本当に純粋にそれが努力してるのが分かるからそうだからもう鴨頭みたいなさああいうなんかあくどいことやってさ人を苦しめてさ人に迷惑う まあかける迷惑系 YouTuber みたいな感じじゃなくさ今やろうとしてるからそこに関しては僕は、うん、まあなんかね、うん、なんとかまあなんだろうね応援したいなって思うよっていう話まあそんな感じでまあ、えー、今回の動画まだ間に合う知らないままと一生損する人生の真実トップ5ということでねまあ見たちょっとまあね見てないからわかんないそのアナリティクスとか見てないからわかんないけど多分離脱率は高そうな気がしたのでなんか、うん、もう少しもう一味なんか あ,あった方が、一工夫あった方がいいんではないかなというふうに思いました。はい。まあそんな感じですいません。ちょっと、喉 <laughs> や,やっちゃってるんですいません。ちょっと声が聞き取りづらかったらすいません。一応まあ、はい。まあ今日の動画の感想ということでございました。